今日午後の北日本ですけれども、北海道は内陸部日本海側を中心にところどころ雪が降ります。一方東北ですけれども、南部を中心に天気は下り坂に向かっております。でそのうちまずこちら上空の温度の予想になります。今日の18時の図になるんですけれども、ご覧の通りかなりですね、北の方に寒気が押しやられているような状態となります。北海道は降ってくるものとしては雪なんですけれども、東北地方に関しては降ってくるものは沿岸部などはこれ雨という可能性の方があります。で天気の移り変わりご覧いただきましょう。この後です、だんだんと西から雲が近づいてくる見込みです。ご覧の通り、夕方夜と東北地方南部から雨の降り出すところが出てきます。内陸部標高が高いところは雪なんですけれども、沿岸部については、雨で降ることで、雪の多いところ、その雪解けがまた進むということになりそうです。屋根からの落雪、そして雪崩など、引き続きお気をつけください。明日に関しても東北では雨の降るところが多くなりそうです。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。